こんにちは。こんにちは。今旬のお花を東京都の大田市場から良い花フローリストがピックアップしてご紹介する番組です。フローリストの二次さんです。よろしくお願いします。二次です。見て見て、かわいい。はいはい、ということで2023年7月にご紹介するお花はこちら。はい、今が旬のトルコキキョウです。イエーイ、はい、かわいい、かわいいね。こんな大きいんですね。そうよ、フリンジがかわいい、うん、トルコキキョウの NF カシスという品種です。 NF カシス、 NF っていうのは、はい、トルコキキョウの育種家さんの中曽根さんという方が長野県にいらっしゃいまして、はい、その方がお作りになられた品種になります。中曽根さんっていう方が、はい、なるほどね。その中曽根さんが愛情を込めて作ったこちらのトルコキキョウについて教えてください。はい、トルコキキョウなんですけども、うん、夏が旬のお花になります、うん、はい、こんなねフリフリで大きいお花で、ね、しかもこの暑い夏も長く持ってくれる、うん、なんていい花なんだ。これで長持ちなんだ。そう、これねトルコキキョウって基本的にはこういう風に皆さんから見たら全部開いたような、うんうん、状態で花が市場にも届きます、はい、でここからが長い。ここから1週間ものによっては10日ほど、うん、夏の間でもお手入れ次第で持ちますので、ほうほう、皆さんのお手元でぜひ楽しんでいただけたら嬉しいなと思って、はい、今回はご用意しております。かわいいのである。フリフリです。そう、今回のお届けはカシスという名前がついた、うん、はい、ちょっと渋めのローズピンクなんですけども、あ、いい表現ですね。渋めのローズピンクでございますよ、はい、のお届けです、はい、お届けの週のね、うん、週末がなんとカシスの日っていうのがあるんですって。あ、7月に、そう、7月23日はカシスの日、おうおうおう、はい、うんうん、それにちなみまして、うん、NF カシスお届けしたいと思っております、うん、はい、トルコキキョウの取り扱いのポイントです、はい、水に入る部分は、はい、きちっと葉っぱを取り除いてあげてください、はい、結構ね、しっかり、うん、葉っぱつきますので、うん、水に入る部分の葉っぱはきちっと取りましょう、はい、では愛さん、はい、どうやって取ったらいいんだっけ。こう優しくつまんでですね、くるっとな、はい、上手。皆さんも上手にできるよね。優しくつまんで、はい、うん、くるっとすると誰でも簡単にできますので、うん、きちっと葉っぱは取り除いてあげてください。はい、ちょっとね最初は勇気がいると思うんですけど、はい、大丈夫、痛くないみたいな、うん、大丈夫大丈夫ってなるけど、心配ない、はい、お花のために頑張りましょう、うん、葉っぱからも元気さが伝わってくる感じですね。そう、パリッとしますよね、うん、新鮮なトルコキキョウは葉っぱもパリッとして、うん、お花もパリッとシャキッとして届きますので、ぜひその辺もご確認いただけたら嬉しいなと思います、はい、でトルコキキョウの水揚げなんですが、はい、水に浸かる部分の葉っぱは取りますよ。取りましたら次茎、うん、茎はね折るの手で。そう、パキッ、お、気持ちよさそう。こんな感じで、はい、さあ愛さんやってみますか。親指と親指をキュッとくっつけて、はい、くっつけて、はい、でうってうっ、あ、いた。あんまりやるとね、勢いでこっちがボキッて折れちゃうので、はい、切り口に近い方の手を下げるとより折りやすいです、はい、すごい顔してたんじゃないかなと思って、ね、このちょっとボソボソってなった感じぐらいがいいってことですか ね、はい、ね、こんな感じで、はい、切り口がホッとした感じになります、はい、でこの部分はお水がついちゃうと思うので、はい、この部分の葉っぱは取り除いてあげましょう。はい、またねくるっ と、はい、でお水に入れていただくと、はい、しっかり水が上がりますので、はい、それでは本日はトルコキキョウの NF カシスご紹介させていただきました。こちらお手元で楽しんでみたいなという方は良い花の定期便でもお届けしておりますし、単発購入もできるようになっております。定期便のご購入と単発購入については概要欄の方にもチェックしてみてくださいね。こちらのトルコキキョウのお届けは7月12日水曜日までにお申し込みいただきますと7月17日月曜日発送でお送りさせていただきます。暑くなりましたので、うん、チルド便でお届けの予定です。で、ね、だからお花が元気な状態で届きますので、はい、ぜひ皆さんのお手元でお花楽しんでみてください、はい、地域によってね、うん、到着日が変わりますので、はい、この辺はご了承ください。では本日はトルコキキョウ NF カシスご紹介させていただきました。また来週、また来週、ありがとうございました。また見てね。